皆さんこんにちはネットビジネスアナリスト横田修林です今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います、えー、今日はですね JAL さんですね、えー、航空会社ですけどこちらが日本航空さんが新しく始めたもので LINE のトーク上で就活生の質問や疑問に答える AI 人工知能のチャットボットの実証実験を始めたということが 入ってきました、えー、こちらのニュース見てですねあの面白いなと思ったんですが、えーのーまあ、これからね働きたいと思ってる人がこの JAL のですねこのリクルートアカウント LINE のリクルートアカウントの方にワントゥワントークで話しかけるとですね、えー、例えばどういう仕事が大変なんですかとかどういうことされてるんですかとか、えー、仕事を決めた えー、仕事を JAL さんに決めた決め手って何なんですかとか、まあ、このような質問をしていくと、まあ、OBOG のですねその AI がまあ答えていくっていうものなんですね。で、まあ、その人を介さないでそのロボットが AI が自動的に答えてくれるので、まあ、素晴らしいよねっていう話なんですが多分この仕組みを作った前におそらく大量のデータ ですね、その OBOG の、えー、どういう質問にどういうふうに答えるかっていうことが最初にインプットされているはずなんですよね。でこのデータがあるからこそ、まあ、今回はこのようなことができるんですがただその事前にこうなんか考えてですね入力したもので作るんではなくて何か最初からですねこういきなりチャットボットを作るんではなくてですねあのまずは実際の生身の人間が僕はやってみるべきだと思うんですね。で例えばその 24時間フレックスででもいいです交代で OBOG が質問に答えていくみたいなことを実際にやってみてですねでそれを楽にしていくために AI に切り替えていくっていうのは いい方法だと思うんですけどおそらく JAL さんの場合ってそういうふうにはしていなくて今回いきなりこういうものを導入しているのは事前にね多分考えてるからだと思うんですねでこれはねちょっといただけないなって思いますまあすいませんもしちゃんと実験とかねデータを取ってたんであれば構まわないんですけどこれから中小企業をやる場合には 必ずそういうふうにデータを取っていく。えーね、あの数は多くなくていいんですけど、えー、まずは人間がやってみてで、それを AI に置き換えられるかなって考えていくスタートの方がやりやすいと思いますので、まあ、今回のニュースを機にですね、参考にしていただければなっていうふうに思います。ネットビジネスア,アナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。